んですけれども、指導者の方とか、あと親御さんとかがよく主張されてると思うんですけれども、はい、うん、やっぱり八木さんの技術の面を知りたいなっていう方がいっぱいいらっしゃると思うんですね。あ、いわゆる昔ながらの野球理論みたいなものではないことを言いますよ、はい、私は、はいはい。じゃあちょっと実際に後ろの方で実践していただきたいです。はい、ましょうか。はい、はいはい、まずバッティングの考え方、考え方は、まあ、簡単に言うとボールを打つという行為、これはほぼほぼ感覚なんですよ。感覚、感覚、その人が持ってる感覚なので、はい、まあ、こういうふうにボールがここにあればね、はい、誰だって打てるんですけど、投げられてくるボールをこう確実に捉える能力っていうのはその人が持ってる感覚なんです、はい、でよくその感覚っていうものがフォームによって出来上がるもんだと勘違いされている方が多いんですね。バッティングフォームが良ければ打てるんじゃないかというふうに考える人が多いんです。でバッティングっていうのはでもフォームが良くてもボールが打ちたいあたりにないと打てないんですよ。いくらフォームがいい綺麗な打てそうなフォームをこうしててもボールはここになければ打てないんですね、はい、だから一番大事なのはこのあたり打てそうなあたりに自分が打ちたいときにここにあるかどうかなんですよ。タイミングというかな、いかにタイミングを取ってそのあたりにボールがさあ打とう、これからバット振ろうと思ったところにああ来たなと、いわゆるボールが止まって見えるじゃないですけど、あ、打てそうなところに来たと思ってかどうかが問題なんです。で調子悪いとさあ打とうと思ったらここにボールがないんです、打ちようがないんです、はい、だからいくらいいフォームでやろうが何しようが全く打てないんです。だからフォームっていうのは打つための感覚と同時に大事なものではあるけども、やっぱり一番大事なのはタイミングをどう取っていくか、ストレートだけじゃありませんので変化球も当然あるので、いかに自分の打ちたいあたりに持ってくるかっていう作業が、これまあ一番最初に大事であって、これができないとほとんどの選手は打てないわけですよ。こう打ちたい時にボールがない、大体ないのは変化球なんですよね。打ちたい時にボールがない、変化球あないから打ちに行かなきゃいけないなって、こう前に行かされたりとか空振りこうしたりとかするわけじゃないですか、全然ボールとかを。だからそういうことになった時になぜそうなるかを考えなきゃいけないんですね。それは自分がストレートのタイミングでここで打つという練習をやりすぎてる、ストレートでこの打ち方で打つんだと思い込んでる、このフォームで。実はこのフォームだけど若干少しずつ変わる準備ができてるかどうかが違うんですよ。簡単な話、プロ野球選手だとストレートを狙ってて甘いスライダーを打ってほしいわけですよ。通訳を取られたらそうなるわけだし、チャンスだったらストレートを狙ってて甘いスライダーが来て見送ってたんじゃチャンスなくなるので、まっすぐのタイミングで待ってもスライダーを打ってほしいんですよ。まっすぐのタイミングで一番いいポイントを持っとくとしますよね。このままじゃスライダーは打てないんですよ。ちょっと緩いボールね、スライダーだと緩いわけですから、ちょっと緩くなると自分が普段より若干体重移動が多めになるんです。これを練習しておくわけです、はい、で多めになる、ストレートよりも少しだけ前に行ってやる、若干。そうするともう自然と変化球はこっちへ来るんですよ、待たなくても。変化球を待つという行為が全てのバッティングを崩すんです。ストレートはここで打つ、変化球もここで打つ、これは間違いなんですよ。打てない、待てないんですよ。例えばこれを打ったとしても次のストレートに差し込まれるんです。だからポイントは決まってて、まっすぐを打ったら極端な話スライダー、甘いスライダーっていうのは若干このインコース目から来るわけですよ。で実はストレートをここで打つんならスライダーはここで打つんです、これ皆さん逆だと思ってるでしょ。変化球はこっちに持ってこなきゃいけないと思ってるでしょ、はい、そんな持ってきたりしてると次のストレートは打てません。
はい、ここで打とうとするとストレートよりも少し体重度ができるんですね。そこでここで打つんじゃなくてここで打つと自然とこっち飛ぶわけですね。よくスライダーカーブを逆方向に打てっていう人いますね。その人はこう来たやつをこう打とうとするわけでしょ。これが直角に入らないんですよ。こうだから滑るような形、接点が少ない形で飛んでいくわけ。だこれが強いだけいかないんですね。でもこれをスライダーをここで打つと直角に当たるんですよ。バットとボールがこっちへ打てるので強い打球が出る。全てがいい方に向いていくという。ちょっと自分の中でできてればほとんど変わらないようなフォームで打ったと思われる。小さい頃から教わってきたカーブもここへ待ってきてこれをライト方向に打てっていう風な教えられ方だとみんな難しくて打てない、はい、そうじゃないなと思ったのが私はプロ野球やってて10年経った後なんですよ。そうじゃなかったという、はい、ストレート待ってても甘いスライダーで、ま、待ってなくったってバーンって打てる。私の最後のホームラン、まあ、代打で最後のホームランですけど、あれは全然打つ気がなかったの。初球なんですけど、はい、満塁でしたけどね、はい、まさか初球にねど真ん中来ると思ってないわけですよ、まあ、臭いボールというか、まあ、厳しいボールとかボールから入ったりとかするんかなと思ったらど真ん中来たもんだから、ど真ん中来てあーと思ってから打つという、これは変化球マークしててストレート打つ時の、まあ、ことができれば打てるんですね。レベルがあってストレートを待ってストレートが打てる、変化球を待って変化球が打てる、で次はストレートを待って変化球も打てる、でもう一個ワンランク上がると変化球をマークしながらストレートが打てる。これができるようになったらツーストライクでもあまり苦労しない。頭でそういったことを、まあ、考えてやるんですけど、今のバッティング理論は少しずつ変わってます。まあ、今よくこのスタンドティーをやるようになりましたね。要するにボールの1点を打とうという感じじゃないんです、はい、ずっとこの辺りからずっとミートポイントがずっと長く使えるような理論なんですね。いろんな球種が増えたからです。特にツーシームであったりカットボールであったり、ああいう細かい変化の中で対応しようとすると、私が最初に言った理論だけではなかなか対応しきれないので、今はもっといろんなボールありますけどね、その中でずっとミートポイントが長く使える、その中で打てるという打ち方になってます。今一番指導者の方とか悩まれているのは、結局昔はよくこの上から叩けという打ち方をこうしてたわけですね。で今は何回言ったかちょっと下から上にという、ちょっと下から上に打つという方がいいんじゃないかと言われています。そのアマチュア時代からやっぱりこれでずっとやっていくと、まあ、弊害が起きたりとかうまくいかないことも多くあります。いわゆるメジャーでいうフライボール革命ですね。そのフライボール革命をやってるのが例えば中学生とか高校生が流行ってるもんだからみんなやるの、フライボール革命、フライを打ちに。でもそれやったおかげで、まあなんか格好がいいけど今時でいいんだけども成績が多分落ちてるはず。うん、現にはメジャーリーグもフライボール革命やって三振数が極端に増えた。これはフライ打って確率的にホームランになれば得点することは大きいけども、ホームランにならない中学生とかがそれやったってただの外フライで終わってしまうわけだから、それはメリットがあんまりないという意味でのフライボール革命というのもあるんですけど、これは一番大事なのはその選手が一番今いい角度で打つであろうというところ、このフォームを導き出すのにその選手はどういう意識でそのボールを打った方がいいかっていうのは選手によって違うということ。いろんな選手がいてその感覚が合ってる人、例えばこうやって打ってる人が試合になったら一番ちょうどいい角度で打つったらそれはそれでよし、でその人がこうやって練習でこうパーンと、例えばイチローとかね、イチローとかこう本のなんかイメージこんなことをしてするじゃないですか、いろんな、まあ、ルーティンでしょうけども、こういう練習はしてても試合になったらちょうどいい形で打てる
なら OK な。これはいろんなタイプの選手がいて、まあ、昔で言うとどうでしょう、ほとんどの選手が素振りはこうやってましたよね。中村典とかもこうやってはね、やってた。王さんもやってたね。まあそういうあたりが、あのその人の感覚で一番いいものを生み出すためにどうすればいいかっていうのは、その選手によって違うということ。まあ今日はたくさん言いましたけど、打ち方とかはいわゆる一番大事なのは感覚と自分が持ってる理論と、そして新しいものをどうやって取り入れるか、これが大事になってきます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。